些細なことでついカッとなってしまう。いつもイライラして周りに当たってしまう。他人を批判ばかりしている自分がいる。この動画はそんなあなたのために作られました。生きていると自分の思い通りにならないことはたくさんあります。そして世の中にはいろんな人がいるので、人間関係の中でストレスを抱えたり、時には喧嘩になったり、トラブルもあるのではないでしょうか。仏教の世界においては、怒りとは三毒の一つとされています。三毒とは三つの毒という意味で、私たちの心を蝕む負の感情です。その三つとは、トンジンチと呼ばれる感情です。トンとはあれもこれも欲しがる欲望、そしてジンが今回のテーマでもある怒りの感情です。三つ目の知とは無知のこと、真理を知らない愚かさです。毒というだけあって、これら怒りなどの感情は自分自身に悪い影響を与えるものとされています。ではどのようにすれば私たちはこの怒りという毒を治すことができるのでしょうか。今回もある物語を通じて仏教の教えを分かりやすくご紹介していきます。ぜひお茶でも飲みながらリラックスして耳を傾けてみてください。昔々インドの山奥にアーヤノと呼ばれる一人の僧侶がおりました。アーヤノは仏教に帰依してからもう何十年も修行を続けてきた老僧です。彼はこの世の真理をよく知り、そしてその実践によってすでに心の平安を手に入れた者の一人となっていました。彼の噂は近隣の村々にも広がり、多くの者が悩みを抱えてはその救済を求めて彼のもとを訪ねてきます。そして今日もまた一人苦しみを抱えた者がアーヤノの助言を求めてやってきました。偉大なる人よ、あなたこそかの賢者アーヤノとお見受けいたします。私は麓の村で鍛冶屋を営んでいるシャンカールと申します。今日はあなたに助言を求めてここまで来ました。シャンカールは岩山のような大男で、長年の金槌を振るってきたその腕はまるで丸太のようです。年齢は50半ばほどでしたが、衰えを感じさせない壮健な雰囲気をまとっていました。眉間に刻まれた深い詩は、それは老いから来るものというよりは彼の激しい気性によってできたように思われます。賢者アーヤノは静かに答えました。こんな山奥までよくお越しくださいました。それにしてもシャンカールさん、あなたはなぜそんなに怒っているのですか。思いがけないアーヤノの言葉にシャンカールは稲妻に打たれたかのような衝撃を受けました。彼は動揺を隠しながら答えます。なぜ私が怒っていると思われたのですか。アーヤノはしばし沈黙したまま彼を見つめました。まるで心を見透かすようなあまりにもまっすぐな目。シャンカールは自分よりもずっと小さく痩せ細った老人に恐ろしいほどの畏敬の念を感じました。シャンカールさん、あなたは気づいていないかもしれないが、あなたのその声、その言葉、その表情、体の動き、まとっている空気、あなたのその目、あらゆる全てが怒りを放っています。それはまるで燃え盛る炎のようなもの、触れなくても肌を焦がすような熱気が伝わってきます。シャンカールはこの老賢者には何も隠し事ができないと気づかされました。アーヤノ様、あなたがおっしゃるように私の中には激しく燃える怒りの火があります。そしてこの怒りの火を消す方法について私は知りたいのです。アーヤノは優しい微笑みを浮かべて語りかけます。シャンカールさん、とても素晴らしいことです。このようにして自らを顧みて行動を起こすということは誰にでもできることではありません。あなたはきっとその怒りの火を鎮めることができるでしょう。シャンカールは老賢者のこの言葉に深い安心を感じました。どのようにすれば怒りを抑えることができるのでしょうか。そうですね、怒りとはまさに燃え盛る炎のようなものです。では逆にあなたに尋ねましょう。もしここに焚き火の炎があったとして、あなたはその火を消すために何をしますか。もしここに焚き火があってそれを消そうと思えば、川から水を汲んできてその火を消すでしょう。その通りです。水によって火を消すことができます。ではもし火を消すのが遅れて火の粉が辺りの木々に燃え移り山火事になってしまったらどうしますか。その問いにすぐに答えられず、シャンカールはしばらく黙って考えていました。そして言いました。それは私にはどうすることもできません。人の力で山火事を収めることなど誰にできるでしょうか。
そうなってしまったら身を潜めてただ雨が降ることを祈るしかありません。その通りです。怒りもこれと同じです。火が生じた瞬間に、燃え広がる前にこれを収めなくてはなりません。もし怒りを野放しにしてしまったら、それはひどい山火事のように手がつけられないものとなってしまいます。ですからあなたはもっと自分自身の内面に目を向けなくてはいけません。まず火が生じる瞬間を見ることが重要です。そして言うのです。まさに今私の中で火が生じたと。シャンカールはアーヤノが言うことにも一理あると思いました。初見でアーヤノが指摘したように、彼は自分自身が発している怒りに気づけていなかったからです。ですが彼にはそれだけでは十分には思えませんでした。確かに私は自分が怒っていることに気づいていない面があったかもしれません。ですがそれに気づくだけで怒りを鎮めることができるでしょうか。感情的になってはいけない。できるだけ冷静にいようと何度も思いましたが、ふとしたことで頭に血が上って、気づいたら怒りに任せて相手を非難したり、強い口調で黙らせてしまっているのです。そう言ってからシャンカールは自分の口調が少し荒くなっていることに気づき、口をつぐみました。シャンカールさん、あなたが言うように怒りとは本当に厄介な毒なのです。私も昔は自らの激しい気性に悩まされたものです。怒ってばかりいたので、お師匠様からお前は稲妻の子だと言われていたぐらいです。そう言ってアーヤノは高らかに笑いました。そして彼は語り続けます。ではもう一度考えてみましょう。怒りは火のようなものです。火には直接触ることはできません。なぜなら火そのものを消そうとしてもそこには実体がないからです。ではどのようにすれば火を消せるのでしょうか。しばしの静寂が辺りを包みます。火そのものを消せないのであれば薪を消せばいいのです。薪を消す。はい、薪がなければ火が生じることはありません。シャンカールは思いがけない答えに驚きましたが、これまでにない新しい視点に一筋の光が差したように感じていました。ではその薪とは何でしょうか。あなたはどのような時に怒りを感じますか。シャンカールは普段のことを思い返してみました。誰かに何か無礼なことをされた時、もしくは誰かが良くないことをしているのを見た時に怒りを感じます。特に最近の若い者は礼儀というものを知りません。目上の者を敬う気持ちがないのです。ということは薪とはその他者のことですか。いえ、薪や火はあなたの心の中にあるものです。そしてその場所はあなたの王国なのです。あなたの王国にはあなた以外誰も足を踏み入れることができません。では薪とは一体何でしょうか。薪とはあなたが持っている正しさの基準です。正しさの基準ですか。はい、これは正しい、これは正しくない、そのような二元的な考えが怒りの原因となります。そもそも正しいとか正しくないとか判断をしなければ怒りが生じることはありません。シャンカールはこの言葉に釈然としないものを感じ、声を荒げました。ですが正しくないことには正しくないとはっきり言うべきではないですか。シャンカールさん、静まりなさい。あなたはあなたの本来の目的を見失っています。あなたは何をしにここに来たのですか。アーヤノはシャンカールの怒りなど意に介さないかのように静かに語り続けました。あなたは気づいていないかもしれませんが、あなたの怒りの原因はそこにあります。それはどういうことですか。シャンカールにはまだアーヤノが言っていることがどういうことなのか分かっていませんでした。シャンカールさん、あなたは怒りを手放したいと言葉では言っていますが、本当はそうは思っていません。あなたは怒るのが好きなのです。そう言ってアーヤノはシャンカールの目をまっすぐに見つめました。シャンカールは頭を棍棒で殴られたような強いショックを受けました。私が怒ることを好んでいるというのですか。はい、その通りです。ですから今も私の話を聞きながら正しいとか正しくないとかあれこれ考えているのです。また心の中を見透かされたようで、シャンカールはそれ以上言葉が出ませんでした。どうやら薪に火をつけている犯人が明らかになったようですね。何もないところに火が生じないように、何もないところに怒りは生じません。怒りとはそこに薪があり、そしてその薪に火をつける者がいるから生じるのです。そしてそれはすべてあなたの王国の中での出来事。火をつけられるものはあなたしかいません。ですから怒りとは
自らの家に火を放つことと同義なのです。シャンカールは自分の心の内をカッパされ、完全に白旗を上げていました。偉大なる人よ、あなたは誠に賢き人です。あなたが言うように、私は自分が怒りに任せて他者を非難することに酔っていたのかもしれません。シャンカールさん、そう自分を責めることはありません。誰しも何かに酔いたいものです。人生はそれだけ苦しいですが、その酔いもいつかは覚めます。本当の意味で苦しみからは救ってくれないのです。繰り返しになりますが、怒りとは恐ろしい毒です。それは自分を蝕むだけでなく、同時に甘美な面も備えているので、いつの間にかそれに依存してしまうことがあります。これは能力ではなく知恵の問題です。怒りがどういうものなのかよく知り、そして正しく対処することが求められています。あなたはその知恵を身につけている最中なのです。あなたには聞く耳があるのですから、それは素晴らしいことです。シャンカールはアーヤノの励ましの言葉に気力を取り戻しました。どうやら私は常に自分が正しいと傲慢になっていたようです。自分の正しさの基準で人を裁くことが目的になっていたのかもしれません。全ては因果応報です。あなたが裁かなくても全ての報いはおのずとその人に返っていきます。あなたがなすべきことは別にあるのです。目的を見失ってはいけません。怒りを手放すことに集中しなくては。アーヤノはそう言って優しく微笑みました。最後にもう一つだけあなたにお伝えしなければいけないことがあります。ですがそれを聞くかどうかはあなたに任せます。穏やかな表情とは裏腹に、その言葉には不思議な重さがありました。シャンカールは自分には苦い薬になるだろうということを覚悟して答えました。アーヤノ様、この怒りの火を消すことが私の目的です。どうしてあなたの助言を聞かずに帰ることができるでしょうか。わかりました。ではお伝えしましょう。シャンカールさん、なぜあなたが正しさの基準にこだわるのか、その理由について考えたことがありますか。私はある時から怒りを手放すことができました。私の中から薪を捨て、火をつけることをやめたのです。愚かな人は自ら薪を持ち込み、自らの家に自ら火を放つのです。そういった人に共通していることがあります。それらの人々は常に怠っているのです。怠っているですか。はい、常に努め励む者はただ己の目指すべき場所を目指して自らの道を歩むだけです。怒りにとらわれ他者を非難する者は他者に目を向けてばかりで自らは怠っているのです。そのような人々は心を満たすものがありません。ですから正しさという基準に固執して、それだけを自分の存在の拠り所としてしまうのです。シャンカールには思い当たる節がありました。もう何十年も同じ仕事を繰り返してきて、何かに挑戦したり向上していこうという気持ちそのものが失われていた。若い頃に胸に抱いていた情熱の炎はいつしか怒りの炎に変わってしまっていた。それは自分を鍛え上げていく火ではなく、他者を責め立てる火であった。そのように思い至った時、シャンカールは若き日の自分の姿、その精神を思い出しました。あの頃は世界一の鍛冶職人になることを目指し、熱心に研究に励んだものだった。寝食を忘れ、試行錯誤を繰り返し、ただひたすらに金槌を振り続けていた日々、それは自分の山を登っていた輝かしい日々だった。シャンカールはそのように思ったのです。そして彼はまたその山を登ろうと決意しました。アーヤノ様、私は今ようやく気づきました。私が登るべき私の山を思い出したのです。あなたがおっしゃるように、私は私の怒りを手放すことができるでしょう。今それを確かに感じています。いつしかシャンカールがまとっていた怒りは完全に消え失せ、そこには情熱の火を取り戻した一人の男の姿がありました。それから数年が経ち、ある鍛冶職人の名が知られるようになります。その者は新しい技法を次々と考案し、彼が作り出す鋼はその他のどれよりも軽くて強靭だと評判でした。彼に弟子入りを求める者もいましたが、晩年まで彼が弟子を取ることはありませんでした。代わりに彼は彼の技法や知っている知識を他の鍛冶職人にも分かち合いました。そして彼は若い職人たちともよく交流し、彼らが気づいたことや彼らが考えた技法も積極的に取り入れ、自分の技術をさらに高めていきました。そのようにして若い職人と交流することをよく思わない人たちもいて、彼を非難する者も出てきましたが、
彼はそれに怒ることもなく、ただ黙って彼の仕事を続けました。彼の心には情熱の火だけで十分だったのです。そのようにして彼は怠ることなく常に勤め励み、真の安らぎを手に入れました。ある時彼は怒りにとらわれていた頃の自分を思い出しました。あの老賢者が言っていたように、自ら薪を持ち込んで自らの家に火をつける、そのような愚かなことをしていた自分の無知を思い出して、かすかに微笑みます。それからベッドに入り目を閉じると、今日も良い仕事をした、そう心の中でつぶやいて深い眠りにつきました。いかがでしたでしょうか。今回の物語では老賢者アーヤノとシャンカールの会話を通じて怒りの本質に焦点を当てました。怒りとは火のようなものであり、まず心に生じたならばそれが広がる前に速やかに消す必要がある。そしてそのためにも自分の内面をしっかりと観察し、怒りの生じる瞬間を捉えましょう、ということでしたね。そしてそもそも根本的に問題を解決するためには薪である怒りの本質を知る必要がある、ということでした。アーヤノが指摘したように、怒りとは他者に意識が向いている状態であり、それは自分のなすべきことを怠っているものだからできることであるわけです。耳が痛い話ですが、それだけ思い当たる節があるのではないでしょうか。怒りに中毒性があるということも重要なポイントでした。それゆえ私たちは人を裁くことを目的として正しさの基準に固執することがあります。アーヤノが繰り返し警告していましたが、本来の目的を見失ってはいけません。どのようにすれば苦しみを手放して真の安らぎを得ることができるのか、その目的に集中することが大切です。シャンカールは年を取る中で彼の情熱そのものを失っていました。新しいことへの挑戦や向上心をなくしてしまい、その開いた穴を塞ぐために正しさというものに固執していたのです。人を裁くことは私たちの仕事ではありません。仏教においては全てが因果応報、その人の行いはおのずとその人に返ってきます。自分の仕事に集中せよ、というのがアーヤノの教えでしたね。アーヤノは語りませんでしたが、この怠りの原因には老子という人間の根源的な苦しみが隠れています。年を取るにつれどこかで悪い意味での諦めが生じることがあります。もう自分は若くないからこれはできない、この程度で良い、頑張っても意味がないと悪い意味で諦めて怠惰になってしまうのです。例えば物語に登場したシャンカールも老いから筋力も衰えて、昔のようには金槌を振るうことができなくなっていったことでしょう。話の中では語られませんが、おそらく彼は筋力が衰えた状態でどのようにすれば良い仕事ができるのかと考えたはずです。これは彼のなすべきことを諦めたのではなく、筋力という変えようがないものを手放したのです。これは良い意味での諦めです。どうでしょうか。あなたは今日も良い仕事をした、そう言って眠れるような日々を過ごせているでしょうか。あなたが本来の目的を見失わずにあなたの務めを果たし、あなたの怒りを手放す日が来ることを願っております。それでは最後に怒りに関するブッダの言葉を紹介してこの動画を終わりにしたいと思います。ダンマパダ、真理の言葉より、起こらないことによって怒りに打ち勝て、良いことによって悪いことに打ち勝て、分かち合うことによって物惜しみに打ち勝て、真実によって虚言の人に打ち勝て、真実を語れ、起こることなく、壊れたならば乏しい中から与えよ、これらの3つのことによって神々のもとに至りうるであろう。起こらないことによって怒りに打ち勝つ、真の勝者は怒りを手放したものである、というブッダの教えでした。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタンを押していただけますと制作の励みになります。動画をご視聴いただき込み上げた思いはぜひコメント欄へ書き込んでくださいね。お聞き逃しのないようチャンネル登録と通知オンをお願いいたします。